今日はですね、今後についてお話がしたくてですね、私ね、ボイスオーレさんという事務所に入らせていただくことになりました。で、なんか私だけの説明だとマジでわからないし、ちょっと説明できるかもめちゃくちゃ不安だから、運営さんを呼びました。じゃあ始めちゃっていいですかね。運営さんに一番最初に聞きたいのが、主にボイスオーレってどんなグループですか？はい、で、まあボイスオーレっていうのは一言で言うと V 声優プロダクションなんですね。あ、声優さん、はいはい。そうです、そうです、うん、なので今までの VTuber プロダクションと同じっていうのではちょっとないんですよ。じゃあ私もアニメとかできるってことですか？声優みたいな。はい、もちろんここから、はい、一緒にですね、声優としての能力も高めていって、うん、かつインフルエンサーとして一緒に成長していくっていうことを通じて、はい、皆さんでアニメだったり、はい、ゲームだったりの声優のお仕事っていうのをいっぱい一緒に撮っていけたり、はい、出演できたりしたら、それは嬉しいなというふうに思ってます。あー、いや、ぜひやりたいですね。CV 何々ってつくときに、うん、その CV 三毛猫だと、うん、これは猫のキャラだっけみたいなちょっとなんか ごちゃっとしそうだなと思ったので、まあ、一応 V 声優の活動する上でのお名前を、まあ、決めさせていただいたというところになりますね名前はしっかり決めさせていただきました。コイトリア、なんか呼びやすい呼び方してほしいな。そうですね、ミケちゃんって呼んでくれても全然いいですよ。